にちは、ナナです。今日は記憶的不動産にやってきました。記憶的不動産とは SNS に特化した不動産こんにちは東京とのタイアップ企画。この企画ではデザインにフォーカスして物件紹介をするコンテンツとなっております。今回紹介する物件は小田急線千歳船橋駅から徒歩7分、共同駅から徒歩10分、間取りが 2K の約39平米、バルコニーが約3平米、鉄筋コンクリート造の地上4階建て3階の物件となっております。賃料が10万6000円、共益費1万円のお家賃11万6千円の物件です。この物件の特徴は戸建てのようなメゾネットタイプであることと、あとは2階には大きな窓がありますので、日中は優しい光が差し込んでくるところが特徴です。玄関スペースから紹介します。玄関は石のタイルでできていて、靴箱もこういう石彫のものでできていて、かなり大容量なので2人で暮らされる方とかも収容できるのではないかなという作りになっています。玄関入ってすぐあるのが洗濯機スペースです。扉がついているので生活感なく隠すことができるようになっています。独立洗面台は備え付けのタイプのものとなっていて、鏡の裏とあとは洗面台の下に大容量の収納があります。洗面台の周りも広々としたスペースになっているので、物を置いたりだとか歯ブラシとか歯磨き粉を置いたりだとか、結構広々使えるのが魅力的ですね。トイレとお風呂は別になっていて、トイレには大きな収納も扉付きですね、ついてます。あとはペーパーホルダーとタオルホルダーがシルバーのシンプルな作りになってますね。しっかりウォシュレットもついております。お風呂は、風呂釜がついたタイプのものになっていて、シャンプーなど置く台も結構かなりたくさんありますね。あとはタオル掛けもついています。あとはこちらの風呂釜側には物干し竿もついていて、浴室乾燥機がついているので、雨の日とかでも洗濯物を干していただくことができますね。キッチンはタカラスタンダードの2口のガスコンロがついていて、レンジフード付きの換気扇があるのでランプもつきます。収納もこの下とコンロの下、あとはシンクの上もあるので、キッチン周りの収納はしっかり全部収まるのかなと思います。シンクが少しコンパクトめになっている分、この周りのスペースが広々と使えるような作りになっています。キッチンの横には冷蔵庫の置き場もあって、コンセントが上についています。やや狭めな作りになっているかなと思うので、測って冷蔵庫を購入することをお勧めします。玄関からキッチンを通ってドアを開けると 8.3 畳の洋室のスペースとなっています。向かい側にはバルコニーと大きな窓がありまして、こちらの別の面には小さな小窓もあるので、窓を開けると風通しもかなりいいかなと思います。洋室のすぐ入ってすぐにはクローゼットがありまして、しっかりと高さもあって2段になっていますし、ハンガーをかけるポールもついていますので、お洋服の収納もできるかなと思います。私の身長はこのくらいです。2階へ上がる階段の下は空間が少し空いていて、よいしょ、私は152センチなんですけど、かなり立っても空くぐらいのスペースあるので、物を気にしたりだとか何か置いたりしても使えるようなスペースとなっていますね。換気口は蓋があるタイプとなっていて、こう押すと引き出されるようなデザインになっています。あとはコンセントが3つ口があるものがお部屋に3箇所あるので、どこに何を置こうかっていうのもかなり自由度が高いのかなと思います。物件がオートロックになっていて、モニター付きのインターホンもあるので、女性にも安心して暮らしていただけるお部屋かなと思います。 8.3 畳の洋室から階段で上がってくると 7.2 畳の洋室となります。後ろには大きな X 窓がついていて、こう緑の眺望が伺えますね。あとは、自分でリモコンで稼働ができるブラインドがついているので、こう昼間は
優しい光が差し込んでくるので、こう開けたままにして夜になったら閉めるということもできるようになっています。2階部分にもエアコンがついていて温度調節ができるようになっています。もちろん1階にもついております。あとはですね、こちらの面にも小窓がついていて網戸がつくようになっているので換気もしっかりとできるようになっています。メゾネットは少し暗い印象がある方もいらっしゃると思うんですが、こちらはやっぱり大きな窓がついているということで、むしろ下のスペースよりも2階の方が明るいんじゃないかなというぐらいは光が入ってきますね。いかがだったでしょうか。本物件が気になる方は概要欄からお問い合わせください。またこの企画で紹介される物件に関しましては仲介手数料が 25% オフとなりますので、気になる方はお早めにお問い合わせください。というわけで今回の記憶的不動産はここまでです。ありがとうございました。